夢千代丸保存会の皆様に来ていただきました。すいません、お邪魔しております。せっかくは簡単な自己紹介といいますか、お名前だけでも何て呼んでいいかなと思う。カナリアと申します。え、カナリア、うん、本名ではなく、うん、ちょっと一発目から結構強めだな。お二人目は、あ、奥田です。奥田さんでよかった。で、帽子屋です。帽子屋。最後の方はここでまた普通に伊藤です。あ、伊藤ですね。順番ちゃんと考えときゃよかったですね。夢千代丸保存会の皆様、何年ぐらいなんですか、結成されて。9年5年ぐらい。そのきっかけっていうのは何だったんですか。夢千代丸が動き出して、はい、故障が続いて、ほうほう、僕らの師匠が自腹切って直してたんですけど、はい、なんか手伝えんかなって感じでね。ああ、なるほど、うん、かといって金はない、じゃあステッカー作って、ステッカーを売って収益を全部修理費用に当てたと。そうそうそう、回して、うん、じゃあ実際は結構売れたんですか。まあ、そこそこ、うん、あ、そうなんですね、うん、だから動けたし修理もできたし、うん。保存会っていうネーミングはどういった方がどういう意味でつけたんですか。結構気になる日本語ではあるっすよね、はい、夢千代丸を後世に残そうってみんなで考えて。この中ではボスはカナリアさんなんですか。まあ今日はそうです。今日はそう、なるほどですね。ボス電話切っといてよ。ボス、いや、なんか聞くところによると皆様普段はドライバーさんじゃないんですよね。違います。普段何をされてる方なんですか。カナリアさんは修理屋です。で、奥田さんは。私は会社員です。会社員、はい。帽子屋さん、帽子屋さんでいいですね。あ、僕は絵描き用屋。なんで帽子屋って名乗ってるんですか。かっこいいから。あ、そう、絵描き。絵描きです。え、どういう絵を描いてるんですか。車とか。え、なんですか。あ、ちょっと行ってみましょうか。あ、これですか。あ、これですね。うわ、モモ本の絵じゃないですか。モモ本の絵です。え、じゃあ普段はトラックに書いてくれとかそういう依頼とかを受けて、それで生計を立ててるということですか。あー、すごいっすね。裏も書いてあるんですか。書いてあります。うわ、すごっ。ガナハミナさん、はい、歌手。え、ご本人のサインですか。ご本人のサイン。もともとこれを書いてくれって言われたんで。ガナハさんにで、書いてよって持ってたからサインして。めちゃくちゃ最高やないですか、それ。だってこれもなんかのイラストとかジャケットとか。そう、CD のジャケットの。もう想像で自分で描いたものもできるし、当然こういうイラストも再現できるってことですか。じゃあこちらも想像というか。想像で。これやばいっすね。で、伊藤さんは何をやられてるんですか、普段。会社員です。そうなんですか。はい、でもやっぱあれですね、会社員の方は領事を名乗って普段のね、はい、すごい面々ですね。その活動というのはあるんですか。なんか年一で集まろうとか、みんなで走ろうぜとか、そういうのあったりするんですか。うわー、特にしてないですね。本当に好きな人だけでいいんで、その集まるのが好きな人はいらないんで。あ、名言出たよ。好きっていう気持ちがあれば集まる理由もないですね。だって、うん、そういうことです。見なくてもいいからステッカー売ってくださいとか。あー、はいはい、そういう人もいますね。え、今は今あります。見たいっすよね、うん。わすげえぜ、おい。何種類かあるんですけど、もう今あるやつもないやつもあるんですけど。これはどうやってご購入するんですか。なんかあるんですか。いや、言ってくれれば、イベントとかあった時に声かけてくれれば。え、だってこれ、まあ要は三重県とか関西エリアだったら、まあ、結構こう直接手に入れそうですけど、YouTube でいろんなところで見てるから欲しいぞっていう。じゃあダイレクトメールくれれば郵送も買ってことですか。郵送もします。めちゃくちゃいいです、うん。え、これ一番古いデザインはどれですか。これがそうですね。で、これが新しい。そうですね、今こっちばっかりです。ぶっちゃけ何本ぐらいするんですか、これ。1枚1500円からです。からっていうのは上限はありません。募金ですので。あー、そっかそっかそっか。なるほどね。ステッカー代引いた以外は全部募金の方へ回してるんで、うん、これを貼ってれば僕は募金したんだよっていう。だから売り上げというよりかは募金した人に対してのお礼品ってことですね。なるほど。誰のアイデアなんですか、これは。みんなで話し合ったんですか。そうですね、どうしたらいいかって、ね、まあ一番みんなが求めやすいものはステッカーかなって。そうそうそう、昭和とセンスの夢飾り。え、これまだ全然残りある。いっぱいあります。あ、じゃあもうこれはこれきっかけにカミオン TV 越しでもいいっすよね、別に。僕ら全然あの仲介料とか一切取らないなので、まあもう気になる方はちょっとね、連絡いただけたらコメントでもいいですしね、お願いいたします。ぜひよろしくお願いします。あとなんか噂によるとプラモデルがあるみたいな、そんなお話も聞いたんですけど、
夢千代丸のですね、はい、みんなはその当時の夢千代丸を作ってるんですけど、はいはいはい、僕は未来の夢千代丸っていうのか、ちょっと見せていただいてもよろしいですか。いや想像絶してる。見てくださいこれ。これ開くんですけど。あ、開くん。おお。これが聖馬さん、こっちが伊吹さんです。はい、よーく見るとすっげー細かいとこまで。え、これは師匠には見せたんですか。見せてます。なんて言ってました。うん、じゃああっちはこうしろ、こっちはあしろ。あ、それも言ってます。カスタマイズ精神が。今度こうしたい。こういうのも皆さん作られてるってことなんですね。そうですね。みんな。みんなものづくり大好きで、保存会もう一人来た。いいんですか。いいです。保存会一人増えました。もしよろしければお名前とか。水原ですけど。普段会社員の方ですか。はい、一応トラック乗ってます。あ、トラック、はい、運転手さんなんですね、はい、たまたまこれを預けに持ってきて、あ、これをなんか受け渡す約束をしていたっていう。いや、めちゃくちゃ平和な日曜日。夢千代丸に惚れ込むゆえんというか理由をちょっと聞きたいなっていう感じなんですけど、伊藤さんどうですか。やっぱり子供の頃に見たトラックレース、窓から出すこのガッツポーズ、もうそのシーンが、そこにも、ぐんと子供ながらに惚れちゃった。子供ながらに、もう憧れの。へぇー、帽子屋さんはどんな。僕、うちの親がダンプ乗ってて、はいはいはい、その仕事でたまたまこの前通りかかった時に見えたの、はい、あ、雑誌で見たことある車だっていうところからの縁で。でも昔からずっと評判のトラックだったってことですよ。令和、夢を運ぶ。いくらさんは。夢千代丸はやっぱりハンドメイドであんだけすごいトラックを作られたっていうことが一番の魅力で、まあ、自分もハンドメイドでトラックを作ってるのがポリシーなんで、やっぱりそこに共通するところがありますので、その辺にすごく魅力を感じます。ありがとうございます。そうですね、一緒です。本当に厨房の時に見てからもうずっとですね。もう見るたんびに形が変わって、どんな綺麗なトラック見るより好きですね。そうですね、やっぱトラックレースですね、僕も。へぇ、はい、なるほど、はい、じゃあそれぞれみんな子供の時の初期衝動というか感動があって、それを今目の前で触れ合ってるっていうことってことですよね。ちょこっとでも手助けできたらいいな。なるほどなるほど、そういう気持ちがあって集まった皆さんっていうことなんですね。なんか謎が解けたと言いますか、実際に触れ合って分かりましたね。で、ちょっと聞きたいのが、この皆様のトラックもハンドメイドで聞いてるんですけど、それは本当なんですか。それぞれのトラック軽く紹介してもよろしいですか。素人みたいな質問ですけど、はい、これになるまでにどんぐらいの期間があるんですか。買ってから5年目です。今5年経ってると、はい、アングル切って溶接して、はい、ベーステンレス巻いてみたいな。え、この字の感じとかもってことですね。ちょっとマジでやばいぜこれ。これアクリル板全部切って裏から当てる。パッと見なんか本当に書いてあるように見えるけど、切ってるってことですね。そうですね、全部切ってます。自分の格言というよりかは自分の中でパッと思いついた日本語を入れてるって感じなんですか。それもあるけど、やっぱ好きな車に書いてあった文句を真似てるっていうのもありますね。夢千代丸からもらったのはあの万波小僧っていう上のちっちゃい安藤。あ、これだ、うん、ここまで結局手作りできるっていうことを見て、あ、私も俺もやってみてっていう人いると思うんですよ、この動画に。なんかアドバイスみたいなのあるんですか。とりあえずやってみよう。とりあえず何も考えずに、そう、やってみなければ始まらない。うん、なるほどね。なんか全部がかっこよく聞こえますね。奥田工業名乗っておりますよ、この人。え、普段はこれで出社はしないですよね、はい、これは父親が仕事で使ってるんですよ。あ、実際に、はい、あ、じゃあ街で見る人もいるってことですか、ね、そうです、奥田工業が父親の野望なんですよ。うん、実際ある。いや、これ冷静に考えてみてください。本当に普段会社員の方ですよ。で、要は趣味でというか、趣味ですね、ここまで行っちゃったってことですよね。はい、で、そのこだわりというか、はい、ありますか。好きなマーカーランプをまずは買って、はい、買ってからつける場所を考えるっていう感じで、僕の場合はナイトシーンを重視しているんで、それを考えてどん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 足してたらこんな形になってた。やっぱりイメージが大事だと思います。もう会社の上司とかはここにお金かけてるって知ってるんですか。全く内緒です。大丈夫ですか。なんか他のお二人と比べて意外とこう重厚感あるというかシンプル系だと思うんですけど、これあえてって感じですか。作り途中なんで。夢の途中ってことですね。どういう気持ちで取り掛かった方がいいんですか。まあ、失敗してもいいからやってみようって。ああ、なるほどっすね。
なんと急遽というか元々メンバーの方なんですけど、川瀬と言います。あ、川瀬さん、はい、で普段は何をされてらっしゃるんですか？防水業で。あ、ということはこのお車で仕事で使って。はい、そうです。そういう、はい、あ、だからやっぱりちょっと重厚感というかあるんですね。ちなみにこれも手作業でやったんですか？そうです、ノーマルから作ってるうちにこうなりました。アドバイスとかもし言えることがあったら何があるかなっていう、周りの皆さんの、はい、まあ、意見を聞きながら、ほう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 、自分の個性が出るように、うん、素直に聞くということです。あ、なるほどですね。じゃあ結構素直なピュアハートを持ちってます。あ、そうです。あ、そうですじゃあということでですね、協力したい、俺もなんか関わりたいっていう人がいたらコメントでもいいですし、連絡していただけたらあのステッカーもですねご購入できますので、ぜひぜひみんなでですね広めていきましょうという感じでございますので、ゆめちよまる保存会の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。感動でしたね。ありがとうございます。